ゴールキーパーはスベンドブローダーセン、3バック右から阿部、柳、安高、鈴木、ダブルボランチは竹内と藤田です。右のワイドに柳、高弘、左のワイドに末吉、ツーシャドウは岩渕と早川が入ります。頂点の位置はルカオとなっています。ゴールキーパーは串引き、3バックは右から大畑、城は中塩、ダブルボランチ今日は雨傘と風間のコンビです。右のワイドに出場停止明けの川上、左のワイドに菊池、ツーシャドウは川本と6試合ぶりのスタメン佐藤、ワントップ高澤を予想しています。ショートコーナー使います。ファーサイドパンチング、こぼれたところ、シュート、ここはブローダーセンが塞ぎました。赤嶺さん、押しているのは群馬ですね、はい、そうですね、はっきりとした攻撃をまずしてますよね。今ブローダーセン選手が弾きましたけど、ファーサイド、菊池から走る、左足で合わせましたが、今日はボランチの位置に入っている雨傘、さあここは奪ったルカオ、前を向いた、シュート、シュートブロック、シロワです。一つチャンスでしたが、シロワもよく戻ったという守備でした。ファーサイドに柳、安高、そのファーサイド柳のヘッド、しびきパンチング、柳のシュート、柳高弘のシュート、あわやゴールというところでしたが、左サイド走っているのは菊池です。レフティの選手、川本スルーをして雨傘が一旦戻した、クロスを入れてヘッド、菊池のヘッド、地面を叩きつけました。悔しさをあらわにします。今いい攻撃でしたね、群馬の方は。グランダーのボール、ボックス内、岩渕、藤田、伊吹、岩渕のシュート、シュートブロック、串引き、ナイスキーパー、ここも決定的、串引きが前に出ました。これまでの戦いで複数得点がないというのが群馬。さあ岡山がチャンスを作るか、岩渕走っている、末吉へのスルーパス、末吉仕掛けるか、クロスを入れて、ここも串引きが防ぎました。そしてキッカーの位置には岩渕です。真ん中シュート、鈴木義武、わずかに左、吉武も今シーズンは怪我で一時離脱していましたが、復帰してからは3試合連続でスタメンです。ファーサイド柳シュート、反応しました、またも守った、串引き、吉武、藤田、伊吹、中も使いながらビルドアップを図ろうかというところ、風間、この位置に川本です。駆け上がっていく川本が運ぶ、ボックス内に侵入、シュート、これは大きくそれました。縦のパス、川本、佐藤、持ち上がった、シュート、これもジャストミートはできませんでした。ここの中庄選手の縦パスでスイッチ入りましたよね。さあ木村が飛び出した、クロスを入れて田中のシュート、ナイスキーパー、串引き、うまく田中雄大合わせたんですが、
そこからもかなりヘディングしてますよね。そうですね。身長は188センチです。柳のヘッド、先制は岡山。後半の終了間際、雄たけびを上げた柳安孝、20試合ぶり2ゴール目、バースデー弾が飛び出しました。笑顔がこぼれる岡山ベンチです。まずここは田中選手のキック精度、しっかりフォアサイドをしっかり狙いましたよね。で、柳選手この落下地点まず読むのが本当素晴らしいですよね。ここで長いホイッスル、岡山2連勝、今シーズン10勝に到達しました。2試合連続クリーンシート、